ハインリヒ・フォントライチュケ、ハインリヒ・フォントライチュケ、ハインリヒ・ゴートハート・フォントライチュケ、1834年9月15日から1896年4月28日は、19世紀ドイツの歴史学者、政治学者、政治家、レオポルト・フォンランケの公認として、ベルリン大学歴史学教授、プロイセン国史編参官を歴任し、政治家としては、 国民自由党ドイツ帝国議会議員として活躍した。権力国家思想を解くナショナリストとして、ドイツの政治思想に影響を大きく与え、ベルンハルト・フォンビューロードイツ帝国首相はトライチュケを高く評価した。首張は19世紀ドイツ史で、ドイツ政治史研究として名高い。他方、反ユダヤ主義の論人を張り、ユダヤ人は我らの災いであると述べ、ナチス時代の新聞。 シュテルマーで、スローガンとて利用された。ザクセン王国軍将校で、ケーニヒシュタイン知事の父の下に、ドレスデンで生まれた。聴覚に障害があった。トライチュ家は、スピノザの反信論に心を寄せ、また反プロテスタント主義で、カトリックの歴史学者、ヨハネス・ヤンセンを支持していたが、病気や不幸によって、プロテスタントに入信した。ライプツヒ大学。 本大学で愛国詩人エルンスト・モーリッツ・アルンと歴史学者、政治家フリードリヒ・クリストフ・ダールマン、フリードリヒ・クリストフ・ダールマンの影響を受けた。ダールマンは権力の道こそまずます切実に感じられる我々の自由に対する要求を満たしうる唯一の道であるとしてオーストリアを別紙し、プロイセンの下に強力なドイツが出現すると主張し、 1856年に祖国州を発表。1858年にライプツィ大学講師となり歴史と政治を教えた。自由論で個人的自由は強力な国家のための唯一最大の基礎であるとし、フィヒテと国民思想では国家のために一心を犠牲にすることを国民のうちに完成するとき、ドイツ人はフィヒテの精神を保存できるとした。 トライチュケは学生に人気があったが、ドイツ統一の政治思想のためザクセン政府は彼に教授職を付与しなかった。1863年にフライブルク大学教授、1866年、広島戦争が勃発すると、プロイセン王国をあまりに支持したためトライチュケは、ベルリンに移り、プロイセン年間編集者となり、ハノーファー王国、ザクセン王国の併合を主張し、 ザクセンのベッティンケアバイエルムを批判した。初期のトライチュケはビスマルクについて、議会無視と言論統制と批判していたが、広島戦争以後、ビスマルク支持者となった。1866年、キール大学。1867年に、ハイデルベルク大学教授。1874年には、近代歴史学の基礎を確立したドイツを代表する歴史学者。 レオポルト・フォン・ランケの後任として、ベルリン大学歴史学教授なった。1886年には、ランケ死後、プロイセンの国史編参観となった。当初、オッ夫・フォン・ビスマルクの議会虫と言論圧迫を、ユンカー主義として排撃したが、1886年以降は、ビスマルクの協力者へと立場を転換し、さらに、ホーエン・ツォレルン家の主要な称賛者となった。 社会主義を批判し、また文化闘争ではカトリックを攻撃した。1871年から1888年まで帝国議会の国民自由党議員となる。カトリック、ユダヤ人、社会主義、普通選挙などを強く反撃し、軍国主義、愛国主義を提唱するとともに、対外的には強行外交を主張した。聴覚障害のため隣にを置いて、 筆談によって、議論に参加した。1895年、ハインリッヒ・ホンジベルの後を継いで詩学雑誌、ヒストリッシェ・ザイトシュリフと、ヒストロシャ・ザイトシュリフと編集長となる。トライチュケの後は、フリードリヒ・マイネッケが就任した。ベルリンにて没した際は、ドイツ皇帝ビルヘルム2世が弔辞を送った。トライチュケは、ダールマン、ホイセル、ジュンケル、 ヨハン・グスタフ・ドロイゼン、ジーベルと共に、プロイゼン学派、歴史学派を発展させた。歴史学者、レオポルト・フォンランケの後任として、ベルリン大学歴史学教授となり、プロイゼン歴史学派を完成させた。ドロイゼンも、プロイゼン政治し、ごシしたダープルーシスケポーラティックを執筆し、祖国プロイゼンへの愛国心を表明し、また愛国心を持つことが正義であるということを、 目的として執筆したと述べいている。トライチュケはイングランド市で知られるイギリスの歴史家トーマス・マコーリーを非難したが、マコーリーがイギリス議会中心の政治史を書いたように、トライチュケはプロイセン中心のドイツ政治史を書いた。オーストリアを除外し、プロイセンを指導者とするドイツ統一、小ドイツ主義を主張した。なお、小ドイツ主義に対立する大ドイツ主義はオーストリアを 含めたた。ドイツ統一を主張した国家の本質を権力とするマキャベリ思想の理解によってトライチュケは権力国家論を展開しプロイセンがドイツ統一の使命を持つとするトライチュケによれば国家の機能は国内においては公正な政治とその権力の維持にあり国際関係においては国家としての独立を全うするために権力を維持することである 自由論では国家の真の偉大さは過去を現在と未来とに結合するところにある。個人はその私的利益を国家から獲得しようとする権利は全くないとして永遠の組織である国家が個人に対してその忠誠心を要請するのは永遠性のためであり、個人よりも国家の方が永続するゆえに個人は国家のために自らを犠牲にすべきであると論じて国家は 個人の活動源でありまた国民生活の基礎であるとした。また弱小国家は愛国心や民族的自覚を国民に持たせることも不可能であるため強大な国家のみが存在すべきであるとした。トライチュ家は君主制を支持し権威が君主のうちに存在しているので他に異常されることはありえないため君主政治は統治能力において いかなる政治形態よりも優れているとした。また政治で最重要なものは意志の力であり、皇帝ウィルヘルム一世はこの意志の力を具現しているとした。またアメリカ合衆国の大統領制度も一種の君主政治であると見ました。大英帝国をドイツの進出を阻むものとして、敵視、繁栄感情、アングルフォビア、アングラフォービアを代表する知識人となった。 トライチュケはイギリスを新しいカルタ語としてドイツ帝国の最大の障害であると敵視し、ドイツが植民地を獲得して世界にドイツ語話者を増やさなければ、世界は英語国民とロシアの間で二分されると警告した。他方、トライチュケはオリバー・クロムウェルを支持した詩人、正論家、ジョン・ミルトンを信奉した。トライチュケは戦争なしには国家は存続し得ない。 すべての国家は戦争にその起源を有するとして、戦争は多数の国家が並立する限り続くとした。また、スータの感動的な絵画を見ると、正当な戦いが高貴な国民の間に聖なる愛の力を呼び起こすことがよく理解され、戦争によって個人は国家という大きな存在のうちに埋没して、国民としての意を高揚させ、戦時ほど、 共同体に献身的になる時はないし、近代戦争は、金銭のためでなく国民の名誉という最高の、道徳的善のために行われる、と戦争を肯定した。そして、永遠の平和という幻想を持てそんできたのは、脆弱な、根性のない世代であったと平和主義を批判した。アトライチ家は、人種主義を肯定し、勇敢な人間は発展し、 臆病な人間は滅びると述べて、多民族の征服と、腐った人間の撲滅を目指し、例えば、アフリカ人を列島人種とみなした。人種間の不幸な衝突において、凶暴で共通した敵意を発奮させて、地の汚れた野蛮人を絶滅させるための迅速な戦争は、最もらしい寛容で彼らを野獣の状態に留めておくような怠惰よりも未知的で、あると言って良いと主張した。 トライチュ家は植民地主義を支持した。どの国も植民地主義によって権力を確立している。その力を完全なものとしたすべての偉大な民族は野蛮な土地と印をつけることを欲望する。この偉大な競争に参加できないものは来るべき時に卑劣な役になってしまうだろうと述べた。社会進化論については1862年のエッセイでドイツのリトアニア、 ポーランドに対する無慈悲な人種闘争を称賛し、ドイツの高貴な地によって女性した東ドイツの土壌から魔術はなると主張した。トライチュ家はプロイセン支配下にあるポーランドのドイツ人を歴史的に正当化し、東方領土を正当化していった。1879年にプロイセン年俸に発表した論文、我らの展望でユダヤ人は我らが不幸と論じた。 トライチュケの論文の背景には、大著、ユダヤ人の歴史を書き上げて、キリスト教とドイツを批判した、ユダヤ教徒の歴史家、ハインリヒグレーツの存在があった。トライチュケの論文に対して、歴史家、テオドールモムゼンが批判して、ベルリン反ユダヤ主義論争が起こった。トライチュケは1879年から1894年にかけて、大著、 19世紀ドイツシオグレーツを意識して協作した。トライチュケはドイツに同化しないユダヤ人を批判し、またポーランド立憲王国からのユダヤ人移民を制限するべきだと主張した。トライチュケはドイツの歴史においてユダヤ人は金融操作の能力によって支配的な地位を築いたし、また必要であったがアーリア人も財政能力を習得してきたのでもはやユダヤ人は 必要でないとし、各国で諸民族の仮面を被って隠れている国際、ユダヤ人は諸国を崩壊させる影響を持っており、ユダヤ人は世界にとって、無用な存在であると論じた。トライチュケは、ドイツの主要な知識人であったので、こうした反ユダヤ主義的言動は、広範囲に反論を喚起した。トライチケの生徒、また影響を受けた者には全ドイツ連盟の、ハインリヒクラス、ハインリヒクラス、 軍事史家ハンス・テルブリック、W.E.B. デューボイス、フリードリヒ・マイネッケ、探検家、カール・ペータース、ゲオルク・ジンメル、軍人フリードリヒ・ホン・ベルンハルディがいる。トライチュケの反ユダヤ言動は、ナチス・ドイツにより利用され、反ユダヤ新聞、シュテュルマーは一面に、ユダヤ人は我らの災いであるというトライチュケの言葉を掲げた。日本では、東京専門学校、 早稲田大学の政治学者、宇喜田和民がトライチュケに影響を受けている。自由主義者の宇喜田和民は、対象デモクラシー運動の理論的な指導者として、倫理的帝国主義を主張し、吉野作造や大山育夫に影響を与えた。宇喜田和民は1900年にトライチュケ、政治学を翻訳、辛いチュケ氏政治学史、1901年にはトライチュケに強い影響を受けて、 日本の帝国主義、帝国主義の教育を発表した。1918年、大正7から9年に、ウッキタは、トライチュ家の政治学講義を、軍国主義政治学として翻訳した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。